生物兵器とは、細菌やウイルス、それらが作り出す毒素などを使用し、人間や動物に対して使われる兵器のこと。1925年国際法で使用が禁止された、生物兵器を使用した戦闘を、生物戦という。歴史上、医学や細菌学の研究、生物兵器に対する防御法の研究という建前で、密かに各国で、 生物兵器の開発が行われていたことがあり、現在でもその可能性は高い。核兵器などに比べて簡単に入手ができ、ある程度の知識と設備があれば培養も容易で与える被害が非常に大きいことや、以下の特徴からテロリズムなどに使われることが危惧されている。核兵器、生物兵器、化学兵器の3つを合わせて大量破壊兵器、 またはこれら三つの頭文字をとって NBC 兵器もしくは ABC 兵器と呼ぶ。核兵器の開発は高度な技術と施設が不可欠であり、化学兵器も兵器として十分な量を製造するためにはそれに伴う規模の施設と原料が必要となる。一方、生物兵器はある程度の知識と技術があれば大掛かりな設備がなくても製造することができるものも存在し、 最も費用対効果に優れる。反面、使用時の外部条件に左右される部分が多いことや、与える被害を予測しにくいことなど、他の二つに比べると兵器としての利点は少ない。だが、例えば、世界的に甚大なダメージを無差別に与えることを目的とする場合など、生物兵器が有効である場面は多々存在する。生物兵器が化学兵器と大きく違うところは、 細菌兵器を例にすると、感染してもすぐには効果が現れず、人から人への感染を起こすことである。感染の方法、感染力はベースとするものにより様々であるが、生物兵器の多くは生物から生物へ感染する。化学兵器は風の影響や付着していた化学兵器の蒸発による二次被害などがあるものの、 基本的に被害は散布された周辺のみに留まり、時間が経てば自然に消滅する。しかし、感染者が移動することにより、広範囲にわたって影響を及ぼす。特に第二次世界大戦後は、丸1日あれば、飛行機で世界のどこにでも行けるほど、移動手段が発達しているため、想定を大きく超えた被害が発生する、可能性がある。特にテロリズムに使用されやすいとする。 もう一つの理由は、潜伏期間の問題で、感染してから数日経ってから発病するため、感染経路の特定が難しく、その間に実行犯は国外などへの逃走が可能となる。世界保健機関は、生物兵器は、それがもたらす傷病を別にしても、人々に恐怖を与え人間不信に陥れるという意味で心理戦としても使用されるとしている。 実際に病原体がテロに使用された生物兵器テロ事件の例としては2001年のアメリカ炭素菌事件、日本国内ではオウム真理教による1993年のカメイドイ州事件、そして同教団による1995年の霞が関のボツリヌス菌散布が挙げられる。古代ギリシアではアテナイ軍がヘレボルスという有害な植物をキルハの水源に 投入し、住民は激しい下痢を起こし、アテナイ軍は侵略することができた。東ローマ帝国は城壁都市に昆虫爆弾を使い、トンネルに恥を放って敵を撃退したり、サソリを入れた爆弾を投げつけたりした。西暦1000年から1300年には、蜂の巣の投下が行われた。1348年には、ジェノバの港町カフ派で、モンゴル軍が生物兵器として、 病気の患者の死骸を投下し、ペストを広めた。1710年、エストニアのタリンで、ペストが広められた。1763年6月、ポンティアックの反乱で、天然痘に汚染された毛布やハンカチが配布され、ジェフリー・アマースト少将は、忌まわしい人種を絶滅させると述べた。また、アメリカ独立革命で、天然痘が繰り返し発生したが、 これも最近戦として行われたという。生物兵器に対する最も有効な対応は兵器として使用する可能性のある国家、組織に生物兵器を保有させないことである。万が一生物兵器が使用された場合には感染拡大を防ぐため患者の隔離と治療を行う必要がある。生物兵器は従来より戦争で使用する兵器としての保有は 生物兵器禁止条約で禁止されている。1995年の地下鉄、サリン事件を受け、世界的に化学兵器及び生物兵器の保有に関する法体制の整備が進む。特にアメリカは2001年に炭素銀を使用したテロが発生し、法整備がなされた。日本では1982年に生物兵器禁止法が制定されている。多くのウイルスや細菌は、 人から人への感染を起こすため、感染者の隔離が有効な対策となる。通常は患者を隔離し、患者と接触した人へのワクチン注射を行えば、感染を防ぐことができる。しかし、兵器として使用された場合には、多くの人が感染することになるため、通常の隔離では対応しきれない。そのため状況に応じて感染者が多い地区の封鎖や、 最悪の場合その国家への渡航を禁止し国境を閉鎖する必要がある。炭素菌は非常に取り扱いやすく発芽するまでは各種薬品や紫外線などに対する耐性も非常に強い。しかも肺に感染する肺炭素にかかった場合には致死率が90%前後に達する。そのため炭素菌は従来より生物兵器の代表格とされており、 2001年には実際にアメリカでテロに使用され死者を出している。日本でも1993年にオウム真理教が東京都江東区亀井戸の新東京総本部で実際に噴霧している。死傷者こそ出さなかったものの悪臭が周辺に漂う騒動となった。自然界における炭素菌への感染は 炭素菌が含まれる土壌などへの接触によることが一般的である。この場合炭素菌は皮膚に感染するが、この皮膚炭素は治療を行わなかった場合でも、致死率は約20%、適切な治療を受ければ約1%まで下げることが可能で、それほど問題はない。兵器として使用する場合は、皮膚炭素では威力不足であるため、 空気中に散布して肺に感染させる必要があるが、エアロゾル化にはある程度の技術力が必要である。炭素菌に有効なワクチンは存在するが、接種に手間がかかること、一年ほどしか効果がないこと、弱いながらも副作用が発生する可能性が比較的高いことなどから一般的には使用されていない。炭素菌の兵器としての欠点は感染力が弱い、 ことで、人から人へ感染することはない。他方でこれは、兵器を使用した側が使用した地点に進出しても、被害を受けない、という面では、利点でもある。天然痘は1980年に撲滅が、封から宣言され、以降死闘の接種は行われなくなった。そのため現在では、多くの人が天然痘に対する体制を持っていない。このような状況で、 天然痘によるテロが起きた場合、速やかな対処は不可能である。撲滅宣言後にも、ソ連は天然痘ウイルスを生物兵器として国費に量産、備蓄しており、ソ連崩壊後にウイルス株や生物兵器技術が流出した可能性が指摘されている。万が一の事態に備え、各国では天然痘に限らず、各種ウイルスに対するワクチンの保管を ある程度を行っている。アメリカ合衆国連邦政府はバイオテロなどに備えて全国民に接種できる量の天然痘ワクチンの備蓄を決定し2001年2200万人分だった備蓄量を2010年までに3億人分まで増やしたが追随する国はない。現状では保険的な意味しか持たないものにそこまで予算をかけるのは難しく。 十分な数が確保されているとは言えない。しかも天然痘ワクチンにはごく稀に重い副作用が起こる場合もあり、万が一のために再び首都接種を義務化することは好ましくない。米国 CDC では生物兵器として利用される可能性の高い病原体のリスクについて以下のような格付けを作成している。最優先の病原体で以下の理由から 国の安全保障に影響を及ぼす。ここに分類される病原体には、炭素菌、ペスト菌、ボツリヌス菌、ヤト病菌、天然糖ウイルス、各種出血熱ウイルスがある。第二優先度の病原体で以下の特徴を有する。腸管出血性大腸菌 O157 や、赤リ菌など、傾向感染する病原体もここに含まれる。潜在的に脅威となり得るもの。 ニッパウイルスやハンタウイルスなど進行感染症の病原体も含まれる。生物兵器禁止条約批准以前に配備された E120、生物爆弾。アメリカの生物兵器研究はフランクリン・ルーズベルト大統領とアメリカ合衆国陸軍長官の下で1941年10月に開始され、生産施設はインディアナ州テラオー,オートに建設された。 フレデリックのホートデトリックの施設で、大人及び穀物を対象とした、大植物兵器が開発された。アメリカは、炭素菌、吸熱、ブルセラ菌、ボツリヌス菌、ヤト病菌、ウマノウエンウイルスなどの大量生産と兵器化に成功した。英国や、旧ソ連などの科学者からなる、国際科学委員会は1952年に、朝鮮戦争でアメリカは、 日本軍の731部隊のデータをもとに最近戦を実施したとしている。歴史家のキャサリン・ウェザースビーはこれを北朝鮮、ソ連、中国が劣造したプロパガンダとしたが中島博明は実際に旧日本軍のデータに基づく最近戦が行われたと結論づけている。1969年にニクソン大統領は攻撃用の生物兵器の 研究開発を中止することを決定した。この決定に至った理由は、ベトナム戦争の枯れ破剤の使用で非難を浴びていたこと、生物兵器の開発競争によって多くの国が安価に生産できる大量殺戮兵器の保有国になると、アメリカの軍事力が相対的に低下すること、生物兵器に自国にも被害を及ぼす可能性のあるブーメラン効果があることなどが指摘されている。 アメリカは1975年1月22日にはジュネーブ議定書を批准、1975年には生物兵器禁止条約を批准した。ソ連は1972年に生物兵器禁止条約に署名したが、それ以後、密かに生物兵器の開発を強化した。ソ連は次の11種を生物兵器化し、貯蔵していた。炭素菌。 ペスト菌、ヤト病菌、ビソ菌、ブルセラ菌、コクシエラ菌、ベネズエラバ農園ウイルス、ボツリヌス菌、ブドウ球菌エンテロトキシン B、天然痘ウイルス、マールブルグウイルス。これらのプログラムは膨大になり、52の国秘施設で5万人を超える人々を用いて実施された。例えば、兵器化された天然痘の年間生産能力は90から100トンだった。 1980年代と1990年代には、これらの生物兵器の多くが、熱、寒冷、抗生物質に耐性を示すように遺伝的に改変された。1990年代に、ボリスエリツィンは、1979年に68人以上の死者が出たスベルドロフスクでの事故の原因が、炭素菌漏出であること、また攻撃的な生物兵器開発を行っていた。 ことを認めた。ソ連崩壊後、これらの生物兵器技術は他国に流出したと言われる。生物兵器開発の責任者であり、アメリカに亡命したカナジャン・アリベコフは1999年に著書バイオハザードでソ連の生物兵器開発について詳述した。ステプノゴルスク細菌科学技術研究所は炭素菌の感染症による細菌攻撃の開発を行った。 ボズロジデニア島では1930年代から生物兵器の研究が開始され、1992年まで実験が行われていた。ロシア国立ウイルス学生物工学研究センターは生物兵器の開発拠点と目されていた。中国では1980年代に生物兵器開発計画が行われた。ソ連の生物兵器開発機関。 バイオプレパラットの元指揮官の一人であるカナジャン、アリベコフは、ソ連は偵察衛星により中国の各弾頭試験場近くで生物兵器研究施設及び製造工場の存在を確認していたと断言した。ソ連は1980年代後半に中国の2つの地域で別々に発生した出血熱の流行がウイルス性出血熱を引き起こす。 生物兵器の開発を行っていた研究施設が原因であると疑った。1997年1月、アメリカ合衆国国務長官マデレーン・オルブライトは、イランとの国へ中国が生物兵器を輸出している疑いがあると述べた。2002年1月16日、合衆国は従来からの主張に基づき、中国の3企業に対し生物兵器の製造に、 使用される材料をイランに供給したとして制裁措置を課した。これに対し2002年後半に中国は軍民療養に利用可能な生物学的技術について生物療養品及び関連設備技術輸出管理条例を施行した。2001年中国人民解放軍の調査でこれら炭素菌発信チフスなど 約15種類の病原微生物を年間約1トン以上も生産、保管できる能力があることが確認されている。2009年、韓国国防省は北朝鮮が2500の5000トンの化学兵器と生物兵器に使われる13種類のウイルス、細菌を保有している可能性があると指摘し、北朝鮮を世界最大の化学、生物兵器保有国の一つと認定している。 韓国の政府系シンクタンクである韓国国防研究院が2016年に発刊した資料によると北朝鮮が保有している生物兵器用の病原、微生物は全13種で、そのうち兵器化が進んでいると推定されるのは炭素菌、天然糖、ペスト、コレラ、ボツリヌス菌の5種である。2020年の米陸軍省の報告書は北朝鮮が韓国、アメリカ、 日本に向けたミサイル搭載可能な炭素菌、天然灯を兵器化した可能性があると指摘している。ありがとうございます。